母、バックパッカーで娘がいる日本へ行く。2カ国目、ベトナムホーチミン。なんかエアコンがめっちゃ効いてそう。はい、寒い。はい、寒い。ほら、寒い。さあ、ベトナムエアウェイズはどこかな。ホーチミン、あった。で、これ全部そう？ホーチミン、これだ。ホーチミン。Thank you. I need it back. Okay. Okay. Hi, Chi. Okay. Where are you going?ゲートオープンです。
ベトナムに来たら必ず泊まりたい川沿いのホテルがあったんだけれど、コロナでなくなってしまったので、今回は友人宅へ泊まることにしました。嬉しい。ホーチミン在住の友人曰く、ヴィナサンタクシーかマイリンタクシー以外は声をかけられても乗るなだそうです。支払い時にメーターに表示されている料金にプラス1万ドン請求されるけど、それは空港使用料なので心配なく。カードは使いません。現金払いのみなので現金の用意を。はい、アウトサイドレフトしたらありました。うん、しかもいっぱいある。よかった。お金が出てきませんけど。え、どうしてどうして取り消すの？私お金がない人？困るんだけど。どういうこと？ね、頑張ろう。頑張るよ。スターリン君、今回も頼んだよ。一向にメッセージが届かないまま彼女の自宅近辺に着いてしまい、スタバで Wi-Fi を借りることに。オッケー、スタバに迎えに行くよ。ここで多分ちょっと温めてて、そうオーソドックスなのはこのバインミーで食べるんだけど、今なんか私はこの中華麺のやつが、そうだから中華麺のやつ見てみよう。わー、グツグツ。これとこれがね、これとこれがこれがで、これはもう麺が入ってるのね。おらかしい。すごーい。え、そうなの？これがチェーなの？これ多分小豆っぽい。これごまだね。で、あれがもち米。これタロイモ。タロイモ。あ、じゃあ私もごまにしよう。え、じゃあごまにするならさ、じゃあ。私やっぱタロイモせっかくだから。私バナナ。オッケー、ワンバナナ。はい、はい、お風呂の椅子。これは何？お茶？お茶。無理して飲まないでね。お茶。いや、ちょっとほら、一応氷とかさ、みんな嫌がるじゃん。ああ、大丈夫大丈夫。バナナはね、筋肉にいいらしいよ。
構足りない時もあるんですけど、じゃこれとか甘さ控えめ、すごく私にちょうどいい感じ、うん、だから他もだから気になるのはプリン、私ダイエットしてるんだけど大丈夫かな、うん、明日ピラティスするから、そっか、この白いのはココナッツ、きたプリン、娘は本当に氷なんだ、でもこれは味付け氷だよ、スイーツな、あ、これおでんな、あの国で食べた美味しいもの再現コーナー、じゃん、ベトナムホーチミンで食べたベトナム風ビーフシチューを作ってみたいと思います。レッツクキン、寒いので翌日になると上に油がわーってなってる、うん、そう、ベトナムで食べたベトナム風のビーフシチューは結構あっさりめだったの、旨味はあるんだけれどあっさりめ、あの感じでいきたいので油は控えます、おい、そうそう、小麦粉を入れていきます、パラパラパラ、我が家のフライパンはテフロンないので、まあ、焦げつくんですけど、わざと焦がしてお水で溶いて、That's all they had. I went to three different supermarkets. Oh no. Yeah. ます、蓋してないで出てきました
Baguette, or some people eat with a rice noodle or egg noodle. いただきます。ほら。骨が取れました、綺麗に。Very good. They liked it, yeah, it's tasty, isn't it?